メジックやドーミノです本日はですね賛否両論企画第56弾ということで今回も、えー、俺のインスタのストーリーの方でまった厳しい音楽に関する質問にド M な気持ちでド M な気持ちドド M な気持ちで答えていきたいと思いますはいまずはこちらミノの思う 一般的にはギター上手い扱いされてるけど、実際そうでもないんじゃないと思うギタリストということで、はい。うんね、結構厳しい質問ですね。あの、綺麗とにね、聞こえると思うかもしれないんですが、俺、音楽でそんなに嫌いなものがないんですよ。というかなんかもう音楽オタクをこう長くやってくる中で、真正面からこれ楽しめないかもしれないなっていうものがこうあったとしたら、なんかこう視点を変えることで、あ、ここめっちゃ面白いなみたいに、 え、なるというのをなんか発見し、それであんまり嫌いなものがなくなったというか、まあでもそれってある意味、うがったあの対処の仕方ということもできるかもしれないと思うんですけども、はい。まあ音楽に関しては基本的にそういう感性だと自己分析しています。はい。話横道でれるんだけど、一方で、あの、映画とか漫画とかで他の創作物だと俺結構好き嫌いあるなって最近気づいて、まあなんかあの、俺の生放送とか見たことある人はそういう俺の一面もして、 るとそういう話は置いておいて実際そうでもないと思うギタリストということですがどうだろうねまあうまい扱いされているっていう人は大体それなりの理由があるからなうんしかもなんだらなんか下手なギターの方が聴いてて楽しいみたいな瞬間もあったりするしなあのまあ、それこそうがってる考え方かもしんないんだけどああのまあ、正直に言いますよはいあのいわゆるテクニカル系ギターとされてる人たち、まあ、もっと平たく言うと早弾きの人たちですよね こういう人たちは正直特に10代の頃とかはある種なんかルサンチマンとえ無理解みたいなのがこう入り混じった感情は多分偉大っだと思いますね。まあ僕がもともとブルースとか古典ロックみたいな感じから出発してるプレイスタイルなので そもそももうどう逆立ちしてもあんなに速いフレーズは弾けないしタッピングもどうやるかわからない。え、みたいな感じがあって、え、ああいうプレイをするギタリストはテクニカルなギターの技術をもう見せつけるために楽曲をプレイに従属させてるんだみたいな。で、それは健全な、え、音楽の姿勢ではないみたいなことを思ってた時期は正直あります。はい。告白します。 ただね、なんか、テクニカルギターみたいな、あれはジャンルなんだっていう風に、なんかいつしか思うようになって、で、あれはあれで面白いよね、みたいな。というか、俺そもそもバンヘイレンとか好きだし、みたいな。まあ、 もっと広くスタンスを取ったら、リッチー・ブラックモアとか、ね、ジョー・パスとか、そういうのもある意味、なんか、そういうテクニカル系に入っちゃうし、うん、なんかそこの枠組みって非常になんか曖昧なものだな、みたいなのも思ったりとかして、ちょっと考えを改めて、で、今ではなんかスティーブ・バイだったら、デイビッド・リー・ロストやってた頃のプレイ好きだな、みたいな感じに <laughs>、え柔軟になってきました。はい、だから俺がね、実際そうでもないんじゃないと思うギタリストと言われて でもちょっととあんんまりねバシッと答えが出ないんですよすいません期待を裏切って、えー、質問者の方まあただね何だろう俺本当にねギター大好きで、えー、ずーっとギターに向き合ってきてますけどやっぱこういうのパッて出てこないんですよだからちょっとそういう感性の人間ということで許してくださいはい続きましてこちら邦楽の歌詞が幼稚に感じやすい傾向があるの <laughs> なぜかということで <laughs> う ねちょっとこれさ、二つ質問並べてみていきたいんですけど、もう一つこちら。洋楽より方楽の方が歌詞が複雑に思います。これは日本語の性質や考え方の違いによるのでしょうかということで、えーね、もう真っ向から、えー、ね、ぶつかるような対照的な意見が二つありますけども、まあこれちょっと話していきたいですね。僕、この間、某、えー、ラジオ番組に出た時にですね、まあちょっと生放送だったんですけども、リスナーさんからのお便りで、 日本語の歌詞がもういかに繊細で複雑で、えー、そういうところがやっぱ J-POP の良さだよね、みたいなのが、まあお便りできて、いちいちそれにさ、あの、なんか横やり入れても、なかなか番組が進まないし、というかまあなんか数秒単位とまではいかないけど台本と常に,にらめっこしながらね、進行してるような感じなんで生放送って、まあちょっとそこは普通にそういった意見に組みしてしまったところもあるんですが、うん、はい、あの、 正直、これ、もう、一概に言えないっていう結論になっちゃわないあの、確かに、日本語は、じゃあ、例えば、一人称でさ、私、僕、俺、チン、とか、まあ、えーね、もういくらでもそういうさ、えー、表現があるけど、英語だったら、まあ、愛になるよね、とかさ、 えー、そういうね、結構話聞くこと多いと思うんですけど、一方でじゃあ、えー、ボブ・ディランとか、レナード・公園とかを、えー、あれは日本語と比べたら大味な歌詞なんですみたいに切り捨てることもできないから、もうこれはね、あの、比べるのがナンセンスな話だと僕は思いますね。えー、どっちも楽しみたいよね。続きましてこちら。 現代において一切タイアップをせずに大成することは可能かということで、まぁ、あ、えー、定期的に話題に上るタイアップ問題というやつですけども、えー、ちょっとすいません。手前味噌宣伝タイム。えー、あのね、まあ、ただこれね、ちょっと本当に興味深い話なんで、ぜひ皆さんに共有したいんですが、まあ、やっぱりなんかタイアップとこの方角の結びつきっていうとさ、まあ、それこそ、え平成初期のね、 トレンンンードララマとのなんかこう結びつきがあっててミリオンセラー CD シングル連発してましまたそういうのね、記憶にまだ残ってる人も多いと思うんですけども、ね、で、その流れがあって、現代でもやっぱりタイアップがつくと売れる、なんなら今だったらアニメの主題歌になるとこう海外にも出ていきやすいみたいなね、そういう話あると思うんですけども、一方で、こちら今度出る、もしかしたらもう出てるかもしれない俺の書籍ですね、日本の歌、音曲と楽器と芸能にまつわる方角通史という ものがあるんですけども、はい、手前味噌ですいません。昭和一桁台、まあ、つまり1920年代から30年代なんですけども、本当に日本のポップスの、えー、流行歌の黎明期みたいなね、えー、時期からすでにタイアップ、絶大な効果を、えー、売り上げに及ぼしていました。で、表をね、この中に入れてるんだけど、まあ、当時の、ね、昭和3年から7年にちょっとここでは絞ってるんだけど、10万枚以上売れたヒット曲というのをリスト。 とかしていますでその中でまあね映画の主題歌が多いんですよはいいやーだからもう昔からタイアップは強いはいそしてまあなんならやっぱりタイアップがついてる曲が 売上の上位を占めるという現象は100年ほど変わっていません。はい。えー、ここ30年とかではないです。100年ほど変わっていない。だから、えー、質問者さん、えー、現代のというね、言葉が、え、こちら入っていますけども、変わってない。で、そうなってくると疑問に思うのは、じゃあ世界はどうなのって話ですよね。で、ここは正直まだちょっと僕ね、調査できてないんですよ。だから、イギリスは、 アメリカはね、それぞれの、えー、別の国のポップチャートは果たしてタイアップの効果が日本ほど大きいのかっていうね、そこを次のステップとして調べられたら、もしかしたら日本の異常性みたいなのが際立つかもしれないし、それかもしかしたらもう世界的にも当たり前の現象だったということができるかもしれない。はい。まあ、そこをちょっと調べていきたいですよね。続きましてこちら。 普遍的だが、後世に残る音楽と消え去る音楽の違いはということで、はい。まあ、ちょっとこれは、えー、かなり抽象的な内容だし難しいんですけども、えー、で、真、まあ、正面から取り組んでいきたい。まあ、この質問に対して、楽曲にこういう質が備わってるから、これは後世に残るっていうことを断言するのは、僕はちょっとできない。 と思うんですけども一つ言えるのは、やっぱり歌い継がれる音楽っていうのは残るなっていうのは思いますよね。で、まあ20世紀以降、録音芸術を、えー、楽しむ時代、ね、ここに我々はまあ生きているわけなんですけども、まあだから録音物、えー、ビートルズ、ジョン・レノンの声を聞く、えー、それを楽しむのと同時に、 えー、みんなそれを歌い継ぐ、自分で歌うこともできるし、カバーされてる音楽を楽しむっていうこともできるわけじゃないですか。まあだからスタンダード化して、 でえー、こうね、世代を受け継がれていくっていうね。えー、そういう部分でやっぱ普遍的な楽曲ってあると思うんだけど、でももちろん、このオリジナルのジョン・レノンの歌唱、イン・マイ・ライフ、これをずーっと人々はね、聞き続けるっていうね。だからその両方が多分、えー、あるじゃないですか。だから歌い継いでいくっていうのは結構重要な要素だと思うんだけど、一方でですね、録音芸術の中でも音色のウェイトが高い作品。まあだから例えばテクノとかハウス とか、あるいはまあヒップホップとかももろですよね。 ああいうジャンルの楽曲ってなかなかカバーされないじゃないですか。まあ、例えばテクノとかだったら、いやいや、オリジナルで作った人のあのキックの処理がかっこいいんだから、とかさ <laughs>、えー、そういうことを楽しむためにやっぱ聞くわけでしょそういうのなんかカバーしちゃった時点で音色の魅力っていうのは受け継ぐことがなかなかできないので、えー、薄れてしまう、えー。あるいはヒップホップとかだったらそもそも個人の詩小説的なリリックをね、えー、まあラップしてることが 多いのでまあカバーすることができないみたいな、えー、そういう構図があると思うんですけどだからそのあたりの音色のウェイトが強い音楽は歌い継がれていかないというところで。 もしかして、その、普遍性っていうところで言うと、オリジナルの輝きは変わらないんだけど、なんか、そこって実は結構大きい差なのかなっていうのを最近考えていて、はい。まあ、だからといって、音色のウェイトが高い作品が、あの、他と比べて、 一段劣るみたいなことは決してないんだけど、はい。なんかちょっとそういうことで、ね、最近考えてて、まあもしかしたらこういう質問のちょっとヒントとなる回答にはギリ慣れたのかなというわかんないけど、はい。えー、これぐらいでちょっと勘弁してください。はい。続きましてこちら。キングヌーのライブ行ったらに4じゃなくて13で乗ってる人多すぎてびっくりしたということで、はい。<laughs> あのー、まあ、日本人のね、リズムの乗り方みたいなのが結構話題になるけど、なんなんですかねあの、1、3で乗るのが多くてびっくりするっていうことは、キングヌーを好きなお客さんは、ちょっと音楽感度が高くて、2、4でリズム取る人が多いんじゃないのかっていう、なんか先入観があったっていうことなのかなまあ、わかんないけど、あの、ツネタさんは、あの、キングヌーに関しては、J、J-POP を作るってもう明言してるんで、あの、そういう乗りをむしろ、あの、してもらうこと。 念頭に置いて曲書いてると思いますよ、まあ、例えば飛行艇とかさ でドゥ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 みたいな,なんかそういうリフですよねあのごめんなさいあの <laughs> ちょっと正確に再現できなくて恐縮なんだけど,けど <laughs> あのもうさこう,こういう感じじゃないですかもう頭でねリズム取っていくみたいな楽曲、えー、作ってるからまあ明確にそういう乗り方をしてくれっていうメッセージがむしろ曲に含まれてるぐらいのプロジェクトだと思うんではいえー、ね全然違和感を作り手は感じてないんじゃないのかなと思います はい。ということで、今回も、えー、いろいろ音楽に関する質問にドヤムな気持ちで答えていきました。えー、この後ですね、俺のインスタのストーリーの方で新しい質問を募集しますんで、ぜひ、どしどし、ご応募ください。えー、24時間でね、消えちゃうんで、早めに。それでは、ミノミュージックでした。<laughs>